メイ、出てくれ。メイ、今どこ？メイ。ユズ。ごめんなさい。取り方が分からなくて切ってしまったみたい。どう？クリスマスは楽しめたかしら？それ嫌味ですか？ゲームオーバーですよ。ユズちゃんにも嫌われちゃっただろうし、メイさんに妹の席も取られちゃって、結局私だけを見ててくれる人なんてどこにもいなかった。あなたは私と似ているわ。私もずっと愛情を求めていた。周囲を恨み、心を閉ざして何も受け入れなくなった心はいつの間にか空っぽになっていたわ。空っぽ？ええ、でも世の中には頼んでもいないのに愛情を与えてくれるおせっかいな人間もいる。そんな人間に出会えただけでも私たちは幸せ者だわ。でも私にか説教するためにしては無謀っていうか、強引に連れ込まれたりしたらどうするつもりだったの？その時は事態を受け入れる覚悟はできていたわ。は？やられちゃうんだよ、知らないおじさんに。私もあなたと同じ、確かめたかったのかもしれないわね、ユズの気持ちを。メイさんはもっと素直になった方がいいよ。泊まっていけばいいのに。パパとママが心配するといけないからね。そっか。あ、迷惑かけたついでにゆずちゃんにクリスマスプレゼントあげる。耳貸して。何？メイさん、あんなボケっとした顔してるけど、かなりゆずちゃんのこと好きだよ。ま、お姉ちゃんとしてだけど。ゆずちゃん顔真っ赤で恥ずかしい。祭り。それじゃ、遊んでくれてありがとう、お姉ちゃんたち。今夜は二人で楽しんで、あ、慣れてきたら 3P しようね。こんなヘトヘトのクリスマス初めてだ。ママもう寝てるかも。仕事早いって言ってたし。ねえユズ。ん？こんな時間に食べたら太るよ。別に明日でも。今日のために作ったケーキでしょ。今日食べないと美味しくなくなるわ。メイってかなり頑固だよね。そういうとこおじいちゃんにそっくり。光栄ね。どう？まずい。とでも言うと思ったの？え、もっと素直になれよな。これが私よ。あ、メイ、今日のことマジでごめんね。私
本当鈍くてダメな姉だよね。祭りもメイも傷つけて最悪。あなたって本当に泣き虫ね。メイ、これだけは約束してよ。もう今日みたいに自分を傷つけることはしないで。メイが傷ついたら私やママも何倍も傷つくかんな。覚えとけよ。なんかあったら相談しろよ。じゃあ、少しだけ素直になろうかしら。ちょっとメイ。どう？私の心の声聞こえるかしら。嘘。メイの心臓もドキドキして。ユズ、私の中にはあなたにとって都合のいいことと悪いこと両方あるわ。それでも あなたは覗いてみたい、私の中。